紀大船ホコラは、香港の急流紀大船区にある寺院。正式な名称は、赤松紀大船ホコラ、または、食食園紀大船ホコラで、単に紀大船ホコラとも呼ばれる。道教と仏教、そして儒教が集合しており、本尊は、紀発大羅、完全恩菩殺、そして、孔子である。主に病気併有祈願の寺院として、信仰を集めている。1915年。 関東省出身の領事案によって創建された。当初は現在の旧流区繁華街にあたるながら、菓子古街にあり、薬局が併設されていたが、火災に愛心卓によって1921年に当地に移転した。建築様式は庭園をはじめとして、中国の典型的な寺院建築を踏襲しており、音名古行説に従った池の配置や様々な彫刻で知られる。また、 ここらの外周に百0 0を超える占い師や風水グッズを扱う店が軒を連ねる、機大戦闘品手釣中心があることでも有名である。2008年12月にインターネットを通じた網路上祈り服を始めたことで話題となった。MTR 間、筒み仙機大戦駅から徒歩3分。1、北緯22度20分34.25秒。 統計114度11分35.92秒、北緯22.3428472度統計114.1933111 11度、22.3428472114.1933111。ありがとうございます。